クリスティアン・アーチボルド・ハーターは、アメリカ合衆国の政治家、外交官、初代通商代表、マサチューセッツ州選出連邦会議員、第59代マサチューセッツ州知事、第53代国務長官を歴任した。1895年3月28日に、フランスのパリで、海外在住のアメリカ人アーティストである両親の、 アルバート・ハーターとアデル・マクギニスとの間に誕生した。同志のエコール・マルザ・シエンヌに入学し、ニューヨーク市へ移住してからは、ブラウニングスクールへ通った。1915年にハーバード大学を卒業し、後にベルリンのアメリカ大使館に駐在する外交官となった。1919年には後にアメリカ外交問題評議会となる会議に参加した。 1917年に裕福な遺産相続人であるメアリー・キャロライン・プラットと結婚した。彼女はプラット研究所所長を長く務めたフレデリック・ B ・プラットの娘にしてスタンダード石油の大物、チャールズ・プラットの孫娘であった。夫婦の間には3人の息子と1人の娘がおり、その中には国際関係に精力的に取り組んだクリスティアン・ハーター・ジュニアがいた。 1943年にマサチューセッツ州選出の会員議員となり、1953年まで5期にわたって在職したが、ジョージ・エイチ・ティンカムが確保していた会員のマサチューセッツ州第10選挙区の議席をめぐる選挙運動を展開した。ハーターが選挙戦に加わるや、ティンカムは出馬を撤回し、これによりハーターは1942年の当選の道を開かれた。 ハーターは、フランクリン・ルーズベルトのニューディール政策の批判者で、あったが、1943年から1953年に、かけて主にその外交的立場によって、特に1947年のいわゆる、ハーター委員会によって、著名になった。同委員会の報告書は、ハリー・エストルーマン大統領のマーシャルプランにつながる、提案を主導した。この頃彼は、非米活動を調査する議会の、 常任委員会への協力を拒否した。1947年にハーターは中東学者ジョージ・キャンプ・カイザーと共に中東研究所を設立した。1953年にマサチューセッツ州知事に選出され議員職を辞した。1956年の州知事選挙には立候補せず、1957年2月21日にドワイト・ディ・アイゼンハー政権での国務次官に 任命された。後に、ジョン・フォスター・ダレスが、重病に陥ると、1959年4月22日に、第53代アメリカ合衆国国務長官に、任命された。ダレスは、その1ヶ月後に死去した。1961年にハーターは、大統領自由勲章を受賞した。1960年の選挙後は、ハーターは、無職の政界の長老。 として様々な審議会や委員会に参加し、また初代通商代表として、ケネリー、ジョンソン領大統領に仕えたが、1966年にワシントン DC で死去した。71歳であった。亡きは、マサチューセッツ州ミリスのプロスペクトヒル墓地に埋葬された。存命中は、国際主義者としてことに、ヨーロッパの政治的、経済的関係を向上させたことで名高い。 1943年には結婚により遠赤となったポール・エイチ・ニッツェと共にポール・エイチ・ニッツェ高等国際問題研究院を共同設立した。同研究院は1950年ジョンズ・ホップキンス大学に吸収された。現在大学院はワシントン DC ・イタリアのボローニャ及び中華人民共和国の南京にキャンパスを有し国際関係論。 経済学及び政策研究に関する世界的リーダーとして認知されている。1968年にアメリカ外交協会は現状について、忌憚なく論じたり、あるいは現状に挑戦した上級外交官を検証するため、クリスティアン・エイ・ハーター賞を創設した。1948年にハーターは、ベーエッツ大学から法学博士号を授与された。 1940年代にクリスティアン・ハーターが設立を支援したボストン世界情勢評議会は国際関係に対する個人の貢献を検証するクリスティアン・エイ・ハーター賞を有するマサチューセッツ州ブライトンのハーター公園はハーターに敬意を表して命名された歴史教育その他のリベラルアーツのために建設されたアマーストのマサチューセッツ大学アマースト校の建物は ハーターにちなんで、ハーターホールと命名された。ありがとうございます。